ジョン・オグローツはスコットランドのハイランド地方にある村。スコットランドゲール語ではタイアン・フローツと呼ばれる。グレートブリテン島で最も北に位置する村ということから観光客に人気がある。近くには道東最北端のダンミサキが控える。町の名は1496年スコットランド王ジェームズ4世からオークニー諸島へ向かう船を賜ったヤンデグロートという オランダ人から取られた。王は小文字であることや、王と陣意の間のスペースに注意。小文字の王は、オブを表し、オニールやオーマリーなどアイルランドの姓の頭に見られる、王とは異なる。ジョン・オグ・ローツの出の人は、グローツァーズと呼ばれる。ジョン・オグ・ローツはイングランド南西端のランズ・エンド・岬との間が、グレート・ブリテン島で最も長い旅路となるため、自転車、徒歩、あるいは、 事前行事の出発地点や到着地点として馴染まれている。イギリスでランズエンドトゥ、ジョン・オグ・ローツというと、究極の旅路やかなりの距離という意味になる。近年、ジョン・オグ・ローツの人口は300のプラスマイナス10人の間で推移している。いわゆる三居村だが、小さな中心街には公営住宅、運動公園、店舗などがあり。 最寄りのウィックという街から伸びる幹線道路が通じている。毎年、ジョン・オグ・ローツには、世界各地から多くの観光客が訪れるが、必ずしも良い評価ばかりと限らず、人気ガイドブック、ロンリー・プラネットは2005年、村を冴えない旅人の罠と評している。ジョン・オグ・ローツには、旅路の果てと書かれた道しるべが、ランズエンドと同じペンザンスの写真会社によって置かれ、 有料で写真を撮らせている。道しるべは、写真ブースが閉まる夕方に片付けられるため、夜遅くや朝早くに着いた旅人は、お目当ての道しるべがないことに失望を覚える。無料のプラスチック製道しるべは、港のそばの土産店の横の壁にある。ジョン・オグ・ローツ、ランズ・エンド間を自転車や徒歩などで旅行する者も,もおり、このルートを、エンド・ツー・エンドと呼ぶ。ジョン・オグ・ローには、 ジョン・オグ・ローツ FC とカニス・ベイ・ジュニアの二つのサッカークラブがある。ジョン・オグ・ローツ FC はアマチュアのサッカークラブでケースネス・アマチュア・サッカー一部でプレーしている。グレート・ブリテン島サ北のサッカークラブとされる。カニス・ベイ・ジュニアはジョン・オグ・ローツ FC の少年団でカースネス青少年ミックリーグでプレーしている。1875年ヤンデ・クロートハウスの跡地に ジョン・オグ・ローツ・ハウスホテルが建てられた。単なる一旅館や大衆バーでしかないにもかかわらず、ハイランド地方及び島し部選出のスコットランド、議会議員、ローダ・グラントは、イギリスで最も有名なランドマークの一つと評した。廃業した現在ではすっかり荒廃しているが、数年のうちに集築する計画が持ち上がっている。ジョン・オグ・ローツ・ハウスは古めかしい家で、現在のホテルの正面にあり、 旗竿が目印だったと考えられている。その名は1489年あたりにこの地に今日構えたオランダ出身のグロートのジョンに由来する。建物は八角形をしており、八つの部屋を束ねる一室は家族が八人いるということを如実に示している。揉め事を防ぐためテーブルには席順が決められている。おのおのが勝手に八角形のテーブルに座るため束ねる者はいない。 ハイドン年代実書408行ベンジャミン・ヴィンセント著。ありがとうございます。